おはようございます。今日はね、これからお母さんと一緒にももクロちゃんのライブに行ってきます。広島県のね、福山市ってところにももクロちゃんが来てライブをしてくれるということで、こりゃ行くしかない。いや、もう福山市ってどこやねんって言うと、もう限りなく岡山県に近い市なんよね。岡山に近い、嬉しい。去年もね、岡山の津山市であったライブにね、お母さんと行ったから、そう、ももクロちゃんが岡山県近いところに来てくれたら割とお母さんと参戦してます。ももクロちゃんは高校2年生の時からライブ行き始めて、もうめっちゃいろんなライブね行ったけど、一人で参戦したことほぼないかも。友達と行くか家族と行くかしてた。ストプリではぼっち参戦ばっかだけど、めっちゃ楽しみ。でもやばい、15分で家出んといけんのに、もう髪も巻かんといけんし、もうカバンも整理してない。今日夢でしっかりチケット忘れる夢見ました。はい、一丁上がり。でカバンは今日はももクロちゃんのリュックで行こうと思います。このアディダスコラボリュック、永遠にお気に入り。チケット確認、ペンライト確認。ペンの新しいの欲しいな、ちょっと本数足りないわ。お財布とかいろいろおやつも入れてっと。で今日は夜がすごく寒くなると思うから、上着も。でも日中は暖かいけど夜めっちゃ寒くてさ、もう服装困っちゃう。じゃあもう時間ギリギリなので行ってきます。ってことで、いざ福山市へ、ルッツラゴー。運転はレイン母がしたいとのことだったので、お言葉に甘えて運転してもらうことにしました。お母さんね、愛車の燃費を上げるのが趣味で、燃費が上がるごとにめっちゃ嬉しそうに私に報告してくるんよね。だから今回も長距離運転して燃費を上げたいんだと思います。頑張れ。でなんだかとっても遠足気分なので、今日のおやつ紹介。ちっちゃいじゃがりことちいかわののど飴。これね、最初甘いんやけど、中に酸っぱいのが入っとってフルーティーなお味でとっても美味しかった。そして何よりうさぎかわいい。あと虫よけスプレーも持っていきます。公式がアナウンスしとったんやけど、会場虫が多いらしくて、ちょっと虫嫌いな私としては学ぶる案件やから、しっかりスプレー振って対策しようと思います。ちなみに私はメンバーカラーピンクのアーリン寄りの箱押しで、お母さんは完全箱押し。もっとピンクって感じの参戦服にしたかったけど、また一見誰よしかわからんコーデになっちゃった。でもしっかりペンラフリフリして応援しようと思います。はい、福山市到着しました。とってもいい天気。事前にチケット取ってたオフィシャル駐車場に車止めたので、これからシャトルバスに乗って会場を迎えます。もうすでに周りにカラフルなもののふさんいて、ワクワク感増してきてる。はい、バス乗りました。スタッフさんがチケットにニコちゃん書いてくれた、めっちゃ可愛い。20分ほどバスに揺られたら着くみたい。福山通運ローズスタジアムっていう、私もお母さんも初めて行く会場だからドキドキ。今日は春の一大事っていう、ももクロちゃんの毎年恒例でやっとる大きいライブで、そういう時ってシャトルバスとは別にバスツアーもしとったりするから、もう何年も前やけど、岡山から静岡までバスツアーで行ったの思い出した。懐かしい。あの時はまだ学生だった気がする。あれ、会場。こんなところから会場見えるなんて、なんというか、これが地方の良さ。都会だとなさそう。バス降りたので、まず事前認証に向かいます。ももクロちゃんライブはこのファンクラブ会員証をピッてして座席券発券します。これ毎回楽しい。よし、発券したので、いざ席を確認したいと思います。いきます、せーの。びっくりなんやけど、スタンド最前っぽい。私、ももクロちゃんライブであんまりこういった席を引けたことがないので、すごい動揺してる。嬉しい。ライブへのワクワクがさらに高まったので、会場周辺うろつきます。ももクロちゃんの大箱のライブは屋台とかもいっぱい出るから、ほんとお祭り感覚も楽しめてめっちゃ好き。ライブ前のエネルギー補給はここでします。の前にファンクラブ抽選会に行ってきます。またもやこの会員証をピッてすると、当たりか参加賞がもらえます。え？当たった。
ファンクラブ歴10年にして初当たりで感動してる。いつも参加賞の紙もらうのが当たり前だったからめっちゃ嬉しい。記念にパシャリ。アクリルコースターかわいい。嬉しさでいっぱいのままグッズも買いました。生写真2セットとアーリンのアクスタ、ペンライトとかペンライトシート欲しかったけど売り切れてた、残念。じゃん、屋台でいろいろ買ってきたのでレッツご飯タイム。ほんまにね、いろんな屋台があってめっちゃ迷った。とりあえず広島風お好み焼きとトルネードポテトと桃茶っていうスムージー買った。このポテトめっちゃ美味しいんやけど、店員さんもすごい優しくていい対応やったからより美味しく感じる。人の優しさってすごい。この桃茶はメンバー4人それぞれの味があるんやけど、私はアーリン推しやから桃のスムージーにした。かなこちゃんはいちごで、しおりんはレモン、れにちゃんはブルーベリー。すっごい晴れとって自然豊かなとこやからピクニック気分でご飯食べれて最高だった。ちなみにお好み焼きもポテトもお母さんと半分こしたんやけど、お母さんお好み焼き3分の1しか食べてなくて、半分ことはってなった。これレイン母あるあるね、半分こなのに半分も食べないっていう。でも私も誰かと半分こするときちょいと遠慮してそうしちゃうときもあるから、なんかこれ結構な人のあるあるなんかな。あるあるだなと思った方はぜひコメントであるあるって言ってください。ってことで、さっき買った生写真開封。可愛すぎる。この1枚の写真だけでもすごく心が満たされるから、ほんと推しパワーってすごい。可愛すぎて幸せ。ってことで追加でザンギと牛串買ってきた。肉肉パラダイス。ね、この牛串何円したと思う？ぜひ当ててみて。シンキングタイムスタート。終わり。正解は、1500円。お高い高級串を買ってしまった。美味しかったです。なんかお母さん食のスイッチが入ったんか、この時いつもよりもめっちゃ食べとって10円パンも買ってきてくれたので食べました。前10円パン食べた時は完全に冷めてから食べたから、あったかいのリベンジできてめでたし。でライブ入る前にどうしてもソフトクリームは食べたくて買った。ほんと食べ過ぎではってくらい食べとるけど、今日はライブでお祭りで楽しい日だから、きっと0キロカロリー。私はアーリンのピーチ、母はレニちゃんの福山ぶどうソフトクリームにしました。クローバーのモナカかわいい。溶けないうちに食べました。美味しかったです。じゃあもうライブの会場時間過ぎてるので入場口向かいます。今日は着席指定にしたので座ってゆっくりライブ楽しみます。ライブ中虫飛んできませんように。会場時間中は撮影 OK だったので、ちょこっと会場の様子をお届け。こんな感じでした。カラフルで物の不散いっぱいなライブ会場、やっぱり安心感あるし、ライブ楽しみ。では楽しんできます。行ってきます。ライブ終わりました。楽しすぎた。ももクロちゃんたちもほんまに可愛かったし、歌もトークもセトリもいいし、衣装も可愛いし、とにかく幸せチャージしまくれた。メインステージは距離あったけど、トロッコでほんまに近くに来てくれて、もののふ歴約10年にして、しおりんとれにちゃんに初レッスンもらいました。めでたい。お母さんもね、しおりん以外とは目あったって言うてた。そしてみんな顔小さい言うてた。ほんまに小さい。幸せな気持ちに浸りながら帰ります。ちなみに車の燃費はちょっと上がって、お母さんめっちゃ喜んでました。でなんだかとってもメロンソーダが飲みたい気分だったので、コメダ寄って帰りました。ドライブしてたくさん食べて、ライブも楽しめて、最高に充実した一日でした。めでたし。帰ってきました。楽しかった。トロッコがゆっくりでめっちゃ良かった。ももクロちゃんってほんとどの色のペンライト振ってたとしても、メンバーみんな本当にまんべんなくこちら側を見てくれてるって感じがすっごくするから、なんかいいですね。お母さんも楽しんでたようですっごく良かったです。
お塩チャージできて幸せになったので明日からまた頑張ろうと思います。そして着席指定だったけどなんだかとっても疲れたのでもうこの後すぐ寝ます。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで今日の動画終わりです。お疲れん、ありがとうございました。